旗た灯台は台湾高尾敷津区の旗跡山にある灯台。別称は旗跡、明里島、高尾灯台、旗津灯台。1883年に建設され、1916年に新しい灯台を改築し、1918年に完成した。現在、三級戸籍に指定されている。1860年、イギリス・フランス両国はアロー戦争により、 成長に対し取りかご、港アビラ、楽の四つの港の開港を迫った。これにより、濁港の船舶の往来は、次第に増加し、船舶誘導設備の不足から、しばしば海難事件が発生するようになり、もともとあった、中国の伝統的な明かりざおや旗ざおでは、時代遅れとなってしまった。このため、同治三年の濁港の開港直後から、 東大建設の声が上がり、初めてイギリス人技師を招聘して、高初九年に西洋式東大が旗跡山に完成した。文献によると、当時はレンガ作りの四角形の塔で、光立ち距離は10回り、器具や設備はすべてイギリスから購入したものだった。日本統治時代の1918年、日本人によって高尾港が拡張され、東大改修の必要性が出てきた。 新しい灯台は、旧灯台の位置に作られ、二つの市街地から山道に沿って登ることができた。灯台の横には、西洋式の城壁の事務所が設けられ、芝生の上には人形も作られた。新たな灯台は、本体が八角形で、最上部は円筒状になっており、ベランダからは遠方を眺望できる。最上部には風光儀があり、その上には漢字で、 東西南北の文字が書かれた非常に珍しい造りとなっている。東大本体は白色、最上部は黒色になっており、高さは11メートル。太平洋戦争で多少の被害を受けたが、戦後に何度か補修を行っている。現在では内部の設備も最新式の4等回転レンズ等が備え付けられ、高度は十五万カンデラとなっている。ありがとうございます。